はい、お疲れ様です。昨日のね、ウリタに対しての動画を上げたんですけど、ちょっとその動画についてちょっと一言だけ言わせてもらいたいことがあるんですけど、コメント欄にウリタの嫁さん、ウリタの嫁さんのことが嫌いだからみたいな、だからタイソンのことを応援してますみたいな、なんか、まあ、とにかくそのウリタの奥さんに対してのそういう誹謗中傷コメントっていうのが結構、まあ、結構削除したんだけど、結構な数来たんですよ。で、俺とかウリタの話であって、その奥さんとかその身内だったり家族だったりとかさ、彼女だったりとかさ、そういう人って関係ないじゃんね。俺ウリタのこと嫌いだよ、ウリタのこと大嫌いだけど、だけど今回そのウリタの嫁さんに対してのコメント、誹謗中傷コメント、それはちょっと俺もちょっとそれはねえんじゃねえのって、何でもかんでもね、書き込んでさ、そういう心ないコメント一つで、言葉の暴力って本当にひどいから、まあね、そのウリタの奥さんが強い人だったらもちろんいいけど、もし弱い人でさ、すごい叩かれた記事とか読んでさ、コメント読んでさ、それでね、例えば自殺しちゃったとかさ、なんか変な風になっちゃったとかって言ったらさ、どう責任取れんのかって。俺とウリタの話なのにね、ウリタの嫁が嫌いだからどうたらこうたらとか、そういうコメントはやめてくれな。別に俺ウリタのこと嫌いだし、別にかばう何にもかばうつもりも何にもねえんだけど、そういうのは嫌いなんだよ。関係ない人のことは言うな。全然それ話が違ってくるから。な、俺だって例えば彼女がいて、彼女のことをボロクソ言われたり、例えば子供のことを誹謗中傷されたりとかしたら頭くるし、ふざけんなこの野郎ってマジで見つけ出して殺したくなるよ。自分に置き換えて物事考えてくれな。コメントくれるのは嬉しいけどな、コメント打つ方もこれを言われたら相手はどう思うかとかさね、まあ、別にいいよ、俺のことはいくらでも叩いてくれて構わないんだけど、関係ない人のことはやめてくれ。だからウリタの嫁さん、俺会ったことの面識もないしわからないけどね、その俺とウリタの話の動画なのに嫁さんの誹謗中傷とか関係ねえからさ、やめろよもう。頭くんだよ俺そういうの。もう急遽ちょっとそれだけ言いたかったから、ちょっと今ちょっと動画回したんだけどな、分かったか。関係ねえ、そういう家族とかな、そういう周りのね、家族とかそういう身内とかそういう人たちの誹謗中傷だけはやめろよ。それはダメだよ。俺とかウリタのこと叩くのはもちろんいいかもしん、全然いいけどさ、関係ねえんだから奥さんとかは、それはやめてくれマジでな、頼むぞ。まあそんな感じか、まあそんな感じ、まあそれだけちょっとね言いたかったから、ね、ちょっと皆さんお願いしますね。コメント打つ方もそのコメント一つでもしかしたら人の命を奪ってしまうかもしれないっていう、そういうコメントする方も責任を持ってコメントしてくださいね。じゃあそういう感じで
ね、ちゃんと俺の思いが伝わればいいけど、うん、ちょっと頼みますよ。はい、じゃあまた更新します。